では自分の方は木と竹で簡単なポストを作っていきたいと思います。適当だと思うけど、です。よいしょ。だいたい20センチかな。とりあえずこんだけで足んなかったら後で補充します。じゃあ屋根の分先に作っていきます。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ついに始まりましたクールエイジトーマのお気に入りチャンネル紹介の時間でーす。今回はラジオ風にやってみたいと思います。それでは最初に紹介したい方はこちら。ゆきちゃんチャンネル。ゆきちゃんさんとはね、とても仲良くしていただいて、僕たちがショートでやっている挑戦動画、牛乳一気飲みを挑戦されたり、対決を挑まれまして、たこ焼き対決早食いをやったんですけども、とてもいい方なんです。動画の内容は、ご自身が体験されたことや、今起きている状況をすごく楽しく話されています。なんと言っても、笑顔がとても素敵なんです。もしよかったら、皆さんも、ゆきちゃんチャンネルさんをご視聴いただき登録してみてください。続きましてはこちら。続いては復活カヤクさんです。復活カヤクさんの動画の内容は、名前の通りカヤックをされているんですが、それがまたとってもかっこいいんです。他にも自宅の中にある秘密基地、そこで自家製のジャムや唐辛子を作ったりされています。また水道管を出されている時は、竹で竿を作って釣りをされたりしています。見ていてとてもワクワクするような、そんな動画になっています。復活カヤクさんに竹、バンブーハウス1号の竹を使って何かしてみたらどうだっていうことを言われて、脇にある小屋を一つ作ったこと、そしてタケノコを掘ってバターを入れてご飯を炊いてみたらどうだっていう話もいただきまして、今回やってみました。そんなね、お兄さん的な存在です。もしよかったら皆さんもご視聴チャンネル登録お願いします。続きましてはこちら。カズボンチャンネルさん。カズボンチャンネルさんとはですね、ゆきちゃんチャンネルさんの方で対決動画、たこ焼き早食いをさせていただいて、それから仲良くさせていただいています。動画の内容は僕たちと一緒で、同級生2人でいろいろなバトルをしたり料理を作っているんですけども、最近では神社巡りをされていて、とても魅力的な動画になっています。何が面白いって、動画の内容はすごく面白いんですけども、字幕がかなりやばく面白いです。うまいを、馬、動物の馬、とかそういうね、ものがあって、とても魅力的な番組になっています。皆さんもよかったら楽しんで見てください。チャンネル登録、ご視聴お願いします。続きましては、こ
こちら、十和田海さんの19時からチャンネル。イエーイ。動画の内容はおうちバーでお酒を楽しみながら会話を抑えたり、料理や散歩中にカメラを投げて綺麗な風景を撮っている動画です。お菓子や料理を作りながら飲むお酒がまた美味しそうに見えるんです。もしよかったら皆さん、ご視聴チャンネル登録お願いします。また海さん、チャンネル登録が伸びなかった時コメントで支えてくれてありがとうございます。またお願いします。続いてはこちら、プロバラチャンネル。イエーイ。プロバラチャンネルさんの動画の内容は、30代のタラチさんとクロモンさんと、タラチさんの奥さんのおでこさんと小人さんでやられている動画になっています。物を作ったり、ゲームやスポーツ、カラオケ対決をされています。とにかく会話が面白いんです。しかもタラチさんの奥さん、おでこさんは歌がとってもうまいんです。もしよかったら皆さん、ご視聴チャンネル登録お願いします。続きましてはこちら、武装一家の日常。イエーイ。2歳の男の子武装くんと、高校受験が終わったばかりのブス姉、そしてブスママ、時々出てくるのがブスいとことジージ。とにかく、ブスオ君が2歳とは思えないほどの賢さ、そして可愛さ。見ていても癒される動画なんです。よかったら、ご視聴、チャンネル登録、お願いします。そして、ブス姉合格、おめでとう。ブスママ、目のレーシック、無事終わってよかったですね。まだまだ紹介したいチャンネルがいくつかあるんですが、今回はこれまでにしておきます。僕たちの秘密基地の方もだいぶ出来上がってきました。まだやりたいことがいっぱいあるので、ぜひご視聴チャンネル登録をして楽しんでいただけたらいいと思います。以上、チャンネル登録トーマの紹介コーナーでした。終わりましたか？終わりました。では俺の方も終わったんで、外に出て見てもらえればありがたいんですけど、よろしくお願いします。はい、お、すごいじゃないですか。どう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 、妖怪ポスト。妖怪ポストか。やっぱかわいいね。あ、マジで、あ、よかったよかったよかった。誰かお手紙お待ちしています。よろしくお願いします。コメント欄でお願いします。すげえ、超かわいい。よかった。めっちゃ鳥にやられるな多分。鳥住んでたら住んでたで、うん、また今度鳥小屋作ってくださいよ。わかりました、やってみます。お願いします。もっとちっちゃいやつでね。あ、はい、わかりました。Thank you.